こんにちは男性者専門イメージコンンサルタントの森内真希です今日は少し趣を変えまして安倍首相が辞任されるということが発表されまして総裁選に出馬を表明されているお三方ポスト安倍のお三方ですね石破元幹事長とそれから岸田政調会長とそして菅官房長官このお三人の方に対してですね イメージコンサルタントとして外見からだけイメージコンサルタントとしての観点からだけでですねこのお3人をあん、まあ、越ながら勝手に、まあ、次期総裁にはどの方が一番ふさわしいかということをですね判断してみようというそういったことをやってみたいと思います。 さあ、あらかじめ、あのお断りしておきたいんですけれども。これは、本当に全くの、あの政治的な意図とか見解であるとか、全くありませんので。まあ、一つのエンターテイメントとして、のお楽しみいただければというふうに思っております。そして、私の、まあ、個人的な外見の好みとかが、入ってきますのでの。正解とか不正解とか、なくて、ただ、私が勝手に、喋ってるっていうふうに、とっていただければな、というふうに思っております。ただし、私が政治的にどなたかを、あの。 応援しているということではありませんのでその点だけあの初めにご了承いただければと思いますさあということで早速始めてまいりたいと思いますさあポスト安倍さん勝手に外見だけで大予想ということでまず初めに安倍首相が歴代の首相の中で外見としてはどうだったかということについて少しお話をしていきたいと思います 私の印象ですと、安倍首相が一番センスよく洗練された着こなしだったのではないかなって思っています。ネクタイもブルー系のネクタイが多くて、やはり王道で、まあ、信頼されるスーツの着こなしをされていたと思います。またシャツもですね襟がワイドからセミワイドで、少しトレンド感を取り入れながらも、ビジネスルールから外れることなく洗練された印象だったと思いますし、 またたまにクレリックシャツもお召しになっていて、若々しい着こなしだったように思っています。たまにものすごく青いスーツをお召しの時があったので、その時だけは気になったこともありました。例えば伊勢島サミットの時にはものすごく青いスーツをお召しだったんですけれども、これは。 各国の首脳陣の中でホストとして、まあ、存在感を示したいということであればそれは正解だったと思うんですけれどもホスト国として若手、まあ、に徹するという意図でしたら少し目立ちすぎたかもしれませんね。ですから存在感をアピールするというのと信頼感を与えるというそのバランスが、ね、非常に難しいかなというふうに思っています。そううはは、言いいまししてても、総じ安倍首相のの着こなしというのは 安心して見て見いいいられると言った方がいいですかね突拍子もないような服装で叩かれるということはほとんどなかったかなと思っています。さあそれではここからはあの出馬表明をされている3人の方の服装について順番に見ていきたいと思います。まずは石破元幹事長から見ていいいきたいと思います大体いい濃紺の無地のスーツをお召し頂い,いていることが多いかなと思います。 たまにグレーのスーツもお召しなんですけれどもグレーの場合はチャコールグレーよりは少し明るいライトグレーの光沢のあるスーツがお好みなのかよく着ていらっしゃることもありますが、まあ、そうじて紺の無地をお召しになっていることが多いので。 王道から外れることなく着こなしをされている印象がありますまたカフリンクスを常に使っていらっしゃるので格調高い印象を与えることもできているのではないかと思っていますネクタイはブルー系のレジメンタルをされていることが多いんですねでレジメンタルのストライプの向きもですねヨーロピアンストライプだったりアメリカンストライプだったりいろいろな対応されているので様々なブランドのものを 使いいいいいただいているのではないかなかう,うに推察されますまたコンジニーシロドットという、まあ、非常にエレガントなヨーロッパの方ではエレガントとされている、まあ、基本のネクタイもされているんですけどその時にはなぜかボタンダウンシャツと合わせてらっしゃったので、まあ、それが一つマイナスポイントかなというふうに思っています。 そうですね。コンチニシロドットのネクタイはですね、世界中どこのパーティーでも行けるというぐらいマ、まあ、エレガントなネクタイですので、ボタンダウンのカジュアルのシャツとはちょっと合わないかなって思っています。まあ、この1点だけでね、マイナス1点ってちょっと厳しいかもしれませんね。はい、またレギュラーカラーをいつもお召しで、オーソドックスな気を照らわないスタイルを貫かれているように思います。ただしお体もお顔も少し大きめですので。 レギュラーカラーとはちょっとバランスが、あの合わないような気がするんですね。ですから、ワイドとか、もう少し襟が開いたものの方が。お顔とか、お体のバランスが取れるのではないかなというふうに思っています。まあ、ここでちょっとね、マイナス一点ですね。で、トランプ大統領をご覧いただいてもわかるように、トランプ大統領もね。お体もお顔もだいぶ大きめなんですけれども、やはりレギュラーではなくて、少し。 襟の開いたセミワイドぐらいのものをいつもお召しになっているんですね柴元幹事長もこれぐらい襟の広いものをお召し頂い,いた方がバランスよくなるかなというふうに思っています。まあ、総裁選の中では柴元幹事長はなかなか厳しい、えー、お立場にあるのかもしれませんけれどももし首相になられるとしたらやはりレジメンタルのネクタイを多用するのではなくてもう少し、えー、無地だったりとか根本無地だったり、まあ、透明無地だったりね そういった顧問柄とかですね。リガラネクタイであるとかされるといいかなというふうに思っています。はい、いまあ、石破幹事長は私は王道を貫いている品格ある装いかなという風に思っています。さあ、続きまして、菅官房長官のスーツの着こなしをですね。勝手にジャッジしていきたいと思います。 菅官房長官はやはりこの暑い夏の記者会見などでよく登場されてノーネクタイでいらっしゃることが多かったので何か私の中ではカジュアルな印象を受けるわけなんですねでも空、まあ、ルビーズが終わったら普通のスーツ姿に変わられるんですけれどもスーツはどちらかというと、まあ、無地が多いと思いますたまにストライプもお召しになっていますけれども、まあ、基本紺の無地が多いかなというふうに思っています ただ、スーツもですね、濃紺というよりは少し明るいブルー明るい紺のお色がたまにブルーグレーのような明るいものをお召しいただいていることもありますのでどちらかというとスーツは明るいイメージですから印象的には安倍首相の着ていらっしゃるちょっと明るめの紺のスーツに近い気がいたします。 また、菅官房長官のスーツの着こなしで特徴的なのは、やはりネクタイだと思います。ネクタイは全体的に明るいお色がお好きなんですね。ですから、黄色だったりとかピンクだったり、あとは薄い黄緑だったり、とにかく淡いお色がお好きなんだと思うんですけれども、様々な明るいカラフルなネクタイをよくされています。 ブルー系もされますが結構淡いブルーが多いですね水色っぽいものが多いので、まあ、濃厚文字のネクタイなどはされていないようですねそういった観点からしますと多分ネクタイは女性が好きなあの H で始まるブランドで選ばれているのではないかなというふうに思われます多分奥様が選んでいらっしゃると思いますそういった意味でもネクタイでストライプはあまりされてないほぼしてない感じですねですからま小さな柄がプリントされているプリントタイかもしくは無地かでもプリントタイが多いですねいかにもブランドのネクタイっぽいものがお好みなのかなっていうふうに思っています ですから、ネクタイにストライプの柄がないっていうことは、戦うイメージ、戦う印象がありませんので、どちらかというと、平和主義的な大なそしてエレガントな印象を与える着こなしなのではないかなと思っております。菅官房長官ご自身もですね、あんまりあのペラペラとお話しされることはありませんので、ご自身の印象とも。 まあ近しいものがあるかなというふうに思っておりますさあシャツなんですけれどもシャツは他のお二人と比べて少しワイドめな襟をお召しいただいているようですのでこちらはですねバランス的にはいいのかなというふうに思っていますただし私が気になるのはノーネクタイの時にいつもボタンダウンシャツをお召しいただいてるんですね まあそのボタンダウンシャツのボタンの色がが黒だったりすることが多いんですね多分黒の買いボタンだとは思うんですけどやはり白いシャツに黒いボタンってアクセントになるっていう考え方もあるかもしれませんけれども私はですね品格ある着こなしから言うと、まあ、白い貝ボタンにしていただきたいなって思いますね。 あのその辺のサラリーマンと変わらなくなってしまう点がもったいないかなと思いますのでできればシャツのボタンは白にしていいいたただきたいなと思いますで私個人的には先ほどのカラフルなプリント体とかはビジネスではちょっとっていうことでマイナス1点でシャツのボタンが黒いっていうのでちょっとマイナス1点させていただいて菅官房長官はスーツはやや明るめのコーン。 イイイタリアンテイストななようなイメージだと思いますで。ネクタイの印象はビジネスというよりはパーティーとか会食に向くような明るいプリントタイがお好みなので、まあ、もし首相になられたらですね紺系とかブルー系とかを揃えられる方がよろしいかと思いますまた赤系はですね強いリーダーシップを印象付ける色ですのでトランプさんみたいにですね、まあ、赤系の、まあ、無地系のものも揃えられるといいと思います。 本当に好き勝手こんなこと言っていいのかな怒られないかなってちょっとドキドキしながら喋ってますけれどもさあ最後は岸田政調会長のお聞こなしについて岸田政調会長は最近よくテレビに、ね、お出になってるかもしれません。 レースの中ではなかなか不利なお立場にあるというふうに言われていますけれどももともとテレビ映えするあの議員さんということで有名だったということもありますよね岸田政調会長はおしゃれといわれるだけあってスーツは紺の無地だけに限らずストライプもよくお召しいただいているみたいなんですね。 で私もあのお三方ともね直接お会いしたこともないしインターネットで検索して出てくる写真だけを元に勝手に喋っていますのであの間違っていたらあの申し訳ないなと思うんですけれどもたまに写真で黒に見えるスーツをねお召し頂い,いていることがあるので、まあ、今は着てないのかもしれないんですけどもし黒のスーツをお召しであるのであればですねこれからも首相になられたり洋食にもついてらっしゃるのであの黒のスーツっていうのは 避けられた方がいいいかなって思います、まあ、国際的な着こなしのルールで黒いスーツは着ないっていうのもありますしまた色が与える心理効果ということで言いますと、まあ、威,圧威圧感ですとかあと生死の死を連想させるそういった心理効果を相手に与える色ですので黒を着られるのであれば濃厚を着られれた方が信頼されるかなって思いますえ黒いスーツっていうのは冠婚葬祭以外ではお召しにならない方がいいかなと思っています。 まあ、もし着てななかったら本当ごめんなさいあそれからネクタイですけれどもネクタイは奥様が選んでいるということを、まあ、先日のニュースで、ね、おっしゃってたんですけどストライプが多いストライプというのは戦うイメージですので、まあ、総裁選を戦い抜くにはあの力強いイメージでよろしいかと思いますただし G20 や G7 とか国際的な舞台に立たれる時にはですねストライプのネクタイはしていかれない方がいいと思います。 国際的なルールを守ると男性はこのようにみんな同じスーツの着こなしになりますし襟の開きも大体同じようになっていくと思いますが、まあ、国際的な場では本系の無地もしくは円字とか赤の無地 がよろしいいかと思います。そして岸田政調会長はたまに大きめのチェックのネクタイをされていることもあるんですけれどもチェックのネクタイというのは非常に親しみやすすいイメージを与えるわけなんですねで。グレーとかダークな色のチェックが多いのでそこまで明るい印象でポップにはならないんですけれども線が増えてくるとだんだんカジュアルに傾いていきますのでやはりお立場的にもチェックは避けた方がいいかなと思います。 逆にチェックがいい場面というのは例えば地元に帰られるとかですね地元の方に親しみを込めて会われる時にはチェックの柄とかもいいと思うんですけれどもやはり国際的な舞台であるとか、まあ、そういったところはまあされないとは思うんですけれども使いい分けが必要だと思います、まあ、あえてチェックのネクタイしなくてもいいかなっていう私個人的なかけ勝手な見解ですけれどもね。ということでちょっとマイナス1点。 岸田政調会長もカフリンクスはいつも使っていらっしゃるようですね石場元幹事長と同じように品格があるスーツの着こなしになっているかなというふうに思っていますそれから私が気になるのはシャツですねでレギュラーカラーを必ず着ていらっしゃいます私が気になるのはこの襟の三角の部分ですねスーツの上襟と下襟を 縫い合わせている線のことをゴージラインって言うんですねこのゴージラインとその襟先の開きのラインがですね平行になるととてもバランスがいいというふうに言われてるんですねですからそういった面でこの岸田政調会長のシャツを見ますとシャツの襟先がスーツの襟先に入ってませんので、まあ、そこだけがちょっともったいないかなって思うんですね。もうちょっと広め100度ぐらい開い開てる を一度着ていただくとどれぐらいすっきりするかっていうのを私個人的にね見てみたいかなって思っています。 とということで総裁選に出馬されるお三方をイメージコンサルタントの視点から勝手に言いたい放題言ってしまって本当に失礼いたしましたイメージコンサルタントというのは外見だけではなくて ABC を網羅すると言われてるんですね。で A はアピアランス外見 B はビヘイビアということで立ち居振る舞いとかボディーランゲージとか、まあ、マナーとで C はコミュニケーションということで話し方とかコミュニケーションの方法 これら ABC をトータルにコンサルテーションできるっていうことが、まあ、イメージコンサルタントに求められることなんですね。ですから着こなしではお三方あ、どの方も優劣つけることができませんでしたのでメディアの対応の仕方ですとかそういったことをまあ総合しますと私個人的な見解としては下政調会長が次期総理にはふさわしいのではないかと思っています。 でも実際は菅官房長官が多分なるんだろうなというふうにもあの理解しております。はい、ということで国民の総意を反映するような形ではなくてこの密室政治はいつまで続くのかなというような気もいたしますけれどもいずれにせよ新しいリーダーのもと日本がますます発展して私たちの暮らしが特に精神的にもっと豊かになれるような、まあ、そんな社会を作っていただけたらなと思っております。 ということでえ、今日はいかがでしたでしょうか。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。普段は男性経営者に特化したスーツの着こなしや小物選びなどについてお話をしております。え今日の情報が面白かったよとか、ためになったよということであれば、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。お疲れ様でした。